ほっ。ではこの場の皆様へちょいと出ました私はお見かけ通りの若輩でよう、はいはい、いやこらせどっこいせまかり出ました未熟もお気に召すような読めないけれど700年の昔より歌い続けた河内音頭に乗せまして成功を込めて努めましょう。そらよいことさ、さろよいやさ、さえんなきの誰お身内が頭と村へ済まされるよ、はいはい、あいやこらせどこいせなるかなるかやみなるかやが35日や四十九日政五郎が亡くなって今日はちょうど101日目なんと思ったか千吉は香りを身につけその頃はやった茶の流しを胸で結んでくるりとかけて使い慣れたる流す猫血中座やずっとは静かに中身を調べてにっこり笑い誰か拾えと音楽音と地雑誌へ切り打ち払い右手は懐中余った左で束がちらうと押さえて爪楊枝横に加えて小柄な男が反り身になって正目の下駄も音を叩くせかずん騒がず浅草へ空よいとこささのよいやささ引くに引けなあんがい男の王家の親分尋問によかいはいあいやこらせどこいせ話があってやってきたがおら神方の千吉とわからなければ会津部屋の居候こてつと言ってもろたらすぐわかるごめんとながらを取り継ぎ聞いて若い衆しばらくお待ち慌てて奥へと来るなればが火鉢のそばで立つ頃が着せる片手にえいおう、うん、そうか庭の兄弟分飯屋すごろいして江戸へ来て
一年以上も年経つない、どんな野郎か調べてこいと重太をやったが、言った重太が叫びえん聞き待ち、どえて政五郎どんに、とんだ迷惑かけたという、とてもこのまますますまい野郎のことじゃで、人手を借りて仕掛けて来るには時代ない、来たときゃ腕とその度胸調べてやろうと待ってたが、人でも足らずただ一人やってくるとは、千吉は年は若いが末に見込みのある男、粗相のないように案内しろ、百人と通り願います、まっぴらごめんと千吉はどす。掴んで奥の間の神門立つごろ、目の前に死んだ政子を取った、生かしてこの世に消すのか、それともおめえの首くれるのか、それが嫌なら俺と勝負をしてくれるのか、無理な願いじゃござんすまい、話は三つで返答は一つ、いいとかろうとか色よい返答は聞く真ん中では、でこでえこじてもう動かせぬ、空よいとこさ、立ち上がらんとしたときに愛の襖がガラリと開いて、待っておくれと六人ずれ、清水港で名も高い二郎長さんが江戸見物、神門宅へとわらじを脱いだ、縁は皆もの兄なもの、そこで二郎長が中にと入り、めでたくて牛を済ませました。その後虎鉄が十五代一つ橋を通して、初めて京都へ登ったがなよ、はいはい、あいやこらせどこいせ、縁があったか会津でやるんだ、柱となって暮らすうち、間もなく起こった稲荷の山の暴言が、そのまた縁故がなるために、海道の次郎長に小江戸の神門、身内を引いて稲荷の山にドドドドッドッと駆け上がるんだけ、往後2年2月の半ば、伏見で名代の稲荷の山に、赤白黒の三段晴れ、輝き渡る大廟山、会津お鉄通り出し女、また飲む縁と預かり、それでは皆様さようなら、空よいとこさ、さのよいやさ、ありがとうございました。最後はどうなるか。